本間春平8月15日から1948年8月13日は日本の社会事業家、新と伝道者。山口県の秋吉台の大理石採掘場で不良少年を含む青少年と共同生活を送りながら若者たちの感化に携わり、秋吉台の聖者と呼ばれた。今日における山口県の主要産業の一つである、 大理石産業を起こした一人としても知られる。1873年新潟県西貫原郡、マ村に生まれる。ミネ、岡小学校入学、初等の3年後、校長の渡辺かなめは春平を特に愛し、春平を助手にして、給与を支払い、困窮する本負けの家計を助けた。卒業後、中等化に進むも、ついに家庭の困窮から、 中途大学を余儀なくされる。1887年に、福島県の大工の弟子になる。1891年に、松島で、押川正義、植村正久、原田助のキリスト教を講演を聞き、他の大工衆と共に講演を妨害をするも、原田助が、自分たちは殺されても、 諸君を不安恐怖の火の中から救い出そうとされた主、イエス・キリストの流した参る血を証明せねばならないとの、必死の訴えに心打たれる。古本屋で聖書を見つけこれを購入。仙台宮城教会牧師の三宅荒武氏のもとに足を運ぶ。1893年北海道庁に勤務、札幌市半学校改築に従事し、両親を呼ぶ。 しかし仕事仲間からの中傷で失職、青森から東京まで徒歩にて移動。1894年には、東京の大倉土木組に勤務する。日清戦争の兵装設営に、朝鮮に派遣され、翌年、帰ってきた時、ご両親の悲運の最後を知り、深い悲しみの中、葬儀を済ませる。1896年に、遠藤孫一の娘付きと結婚する。 土木組の幹部奥、後世の助から、キリスト教の感化を受ける。1897年11月7日に24歳で、東京霊南坂教会で、留岡康介より洗礼を受ける。1899年、中田茂春が清め派の人たちの交流会の清潔の、友を結成した際には、メンバーに加わる。1900年東宮御所御造営局に奉職する。 1902年に、東宮御所造へのために、山口県の大理市山を視察する。1902年国会議事堂建設の内装に使う大理石の調査に、秋吉の地に赴いた本間は、山の所有者であった、小川資源にせがまれて、館長を辞め、山口県峰郡秋吉村で、長と大理石採掘所を開いた。春平29歳、妻24歳、4。 三、一歳の三女での新たな挑戦であった。初期の家と作業場は、途端屋根の粗末な小屋程度のもので、日々の仕事や生活自体が精神収容の場となった。大理石の採掘をしながら、出国人や不良者、世間から見放された若者たちと生活と仕事を共にし、公正指導に当たる。彼の事業は二度の破産や幾多の困難を経て、 芝浦製作所の配電盤をほぼ、長戸大理石採掘所が受注するまでになり、東京に死者を出したり、朝鮮に大理石を販売すまでになった。現在の三根市の大理石産業の礎を築いたのは、本間俊平の功績といえる。伊藤博文と下関の俊斑牢場で会見した、時、朝鮮総督府に出てみないかと誘われ、本間は、公爵閣下、私が、 総徳府に出資すれば、今私が託せられている、かわいそうな青年たちを、閣下は私に代わって、その感化がしていただけますか。と言い、伊藤は、ほんまくんは、偉い、本間君は偉い本間君は偉いと言われた。本間は、内村肝臓の友人でもあり。内村の娘、ルツ氏は1912年1月12日に死去した。際に、自分が所有する脇吉の石山より、 大理石を採掘して、墓石に加工して、内村の娘の墓石用に寄贈した。1931年秋吉の授業を次男五郎に任せ、それまでも果敢に行っていた執筆や講演活動を中央に出て本格的、積極的に続けた。講演地は日本全土、満州や樺太にもに及んだ。 1940年玉川学園の大原国義の養成を受け、高和工業大学の創立に参加、設立主書の執筆と教育に従事する。1948年故郷マ村にて、5ヶ月前に亡くなった妻子氏の後を追うように74歳で永民した。後に彼は秋吉の聖者と呼ばれた。ありがとうございます。